うちの女房殿が貝のツアーでね、大阪の春画展に行ってきたんですけど、お土産に黒松の苗もらいました。なんで黒松の苗なんだよ、こんなたくさんあるのにさ。まあどんな木か見てみるか、まずは。よし、大阪で開かれている春画展に春風会会員さんと一緒にバスでやってきました。あいにくの雨です。では早速中に入ってみたいと思います。即売のブースの様子です。私もゆっくり見てみたいと思います。いつも道具でお世話になっているアネシンさんのブースです。実はハサミをちょっと払拭しようと思ってやってきました。ヒノギの部分がですね、こっち角張ってるんですけど、うん、ここが丸くなってるんですね、うん、なのでより細くあの角が入りますし、薄くなってるんですよ、ということですね。の違いがあるということですね。はい、そういう違いがあります。これだけ手間がかかってるんですね。職人さんも、作ってる職人さんも違うと。そうですね、うん、はい、わかりました、はい、じゃあやはりこちらの商品、はい、いただきたいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。有吉さんの鉢発見です。ちょっと傾けてもらったんか、まだこれの方が傾けてもらったんか。有り金家系の講習会をやっているようです。春風会の会員さんも参加しているようです。こちらで山野草いっぱい買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい買わせていただきました。ここの山野草本当に種類が豊富で目移りするものばかりです。楽しいお買い物ができました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ一回どんな木か見てみましょうかね。ちょっとこんな感じ、うん、あ、思ったよりもしっかりしてて木が硬いな。うん、意外と年食ってるってことじゃないかな、これは。うん、で意外とグラグラするかと思ったらしっかりしてる。あ、動かないね、これはいいな。まあこういう苗買うときはグラグラしてない木を買わないとね。こういうしっかりした木はね、根がいいってことだね。よし、一回鉢から抜いてみようかな。ちょうど植え替えシーズンなので一回鉢から抜いてみますね。うん、買ってきた木はすぐにいじくるか、もしくは1年ぐらい放課とくかのどっちかなんですけど、今回はさっさとちょっと鉢から出してみようと思います。
ネームプレート入ってますね、ちゃんと。うわ、細いから映んないね、何か。まあいいや、一回端から、ね、出してみようか。何が映るかな。おお、もっと、ああ、しっかりしてます。一体いくらの苗なんだ。ちゃんとしてるよね。がこれは結構本格的な植え替えだぞ。強いのが1個いるかな。ああ、あ、すごい。1、なんだこれ。まさかの取り木なわけないな。あれ、なんだこれ。挿し木か。挿し木かもしれません。挿し木苗、黒松の、珍しいな。まあいいけど、いらないな。ここは珍しいな。挿し木かもしれませんけど、ここにカルスっていうのあれができてんだよね。で、挿し木した跡があるんだよな。なんと、そう、普通のクロマツやろ。まあいいや。なんか山野草店で買ったって言ったけど、山野草屋さんだから鹿沼土に入ってんのかな。鹿沼使ってることにね、山野草屋さんは、こっちの根はどうなんだろう。どうなってんのこれ。あ、こいつはちょっと危険なやつだな。ちょっと待てよ。こっちはちょっとわからんな。あれ、これは未生だな。根は1本だな。根は1本だ。あ、まあこういう場合ものは使いようかもしんないぞ。根はこっちの木は根は1本でした。マフラー巻いてるみたいにぐる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 巻いてるけど、これは未生です。なんと、同じように打ってても片っぽ未生や、片っぽ差し穂や。そんなことってあるんだ。うわ、ちょっと驚き。2本の松を鉢から抜いてみましたけど、ちょっと驚きの結果だね。なんとこっちは挿し木だと思いますけど、なぜかというと、ここカルスができてて、ここの切ったところから上のところにね、カルスできてて、そっから根が出てんだよね、全部ね。これはちょっと驚きだな。こんなことあんのかな。で、他に細かいのも全部そこから出てんね。で、こっちは未生苗の直根が未だ残ってて、要するにそれそのままだから、こんな風にほぐしたらとぐろ巻いてましたね。ただまあこれはこれでひょっとしたら使えるぞ。こうやって植え付けるなりなんかすれば。こっちは未生、間違いない。直根がそのまま残ってます。
これは不思議だな。まあいいや。あと意外と木が古いです。うん、何年間も売れ残ってたのかもしれないけど、うん、少なくともポットで2年ぐらいいたんじゃないか。あ、去年1年はポットでいたな。うん、売り場に1年ぐらい並んでたのかもね。よし、植え付けようかな。はい、植え付けてみます。さて、まずはちょっと針金で直そうかな。直してみようと思います。ちょっと長めととか、ほとんどこっちの木はね、曲が面白いね。直すこともないと思うけど。ピッチが単調にならないように強くしたり弱くしたりで、ね、メリハリつけとくと。緩いとこもあっていいんだよね。この辺緩くしとこうか、ね、強弱つけとくと楽しいよね。きつくなってるところ、せっかくこういうカーブがきついところはちょっときつく、さらにきつくして、緩くてもいいところはね、ちょっと緩めといて。ここきつい方がいいな。こんなもんか。こんなんでどうでしょうか。で、頭こっちに向けようか。楽しめるでしょ。ほとんど変わりはないか。これはさ、これはちょっと難しいか。この根っこを生かせるかどうかが勝負の分かれ目やな。生かしたいね、せっかくなので。まあ、悪きゃ悪いなりに個性です。思ったより面白い根っこということで、まあ、上は後で考えればいいから、こんなとこ適当に。要は直根を利用しようということだよね。曲がるかな。あ、曲がった。あんまり取り畳んでしまうと展開がなくなって楽しくなくなるから、このぐらいにしておこう。どこどこだ。よし、はい。じゃあ鉢をどれにしようかな。そうだけどな、死にそうだ。まあいいや。で、こっちはちょっと文人だね。うん、文人だけど、うん、深い方がいいな、これはきっと。こんなもんかな。こんなもんか。よし、こんなもんにしときましょう。底編みはいらんな。簡単に植え付けちゃいましょう。中国の安いやつかな、鉢かな。ちょっと大きいけど、あんまりせっかくの個性がなくなるな。よし、これでいいかな。
まあ、なんでしょうね。やってねえもんね。どんな食べで止まったかな。上手に。意外な素材でしたね。よし、鹿沼土から赤玉や萩砂に変わりましたけど、ちょうど植え替え時期も良かったんじゃないかな。よいしょ。ちょっとこの曲に見せたいですけど、せっかくなのでこの、よし、はい、出来上がりました。日本の黒松のお土産の苗木ですね。こうなりました。意外と古くていいですね。こっちの木はもともとついてた曲はなるべく生かして、ちょっと強くする強弱つけてみました。そのままです。根は意外なことに差し穂だったね。こっちは未生苗です。直根がそのまま残ってたので、渦巻いてたので、その渦巻いてるのそのまま生かすことにしました。うん、どうなるのかな、この後。よし、こんな苗木になりました。まあ意外とこういう木も楽しめるよね。まあ、うん、なるべく無理に折りたたまずに、今流行りみたいですけど、まあこの木のいいとこ見つけてあげるのが一番いいんじゃないかと思うんだよな、僕は。小さな木っていうのはね、はい、楽しめる木になったと思います。お土産ありがとう。